よーどうも、チンカワカブキンです。今日も京都では、まあ、バッターリアを捕獲するべく地上いつも通り巡回しよったらね、なんかね、なんだこいつ気持ちよさそうみたいな監督を見つけたので、これ紹介します。それがこちらはーはーそれぞれということで、あれですよ、チンチンがいたでおなじみのあの監督です。まあ、シンプルな421の監督と見せかけて、こちらご覧ください。これ、どうゲモッチ？そうなんですよ。このシャルドレールっていう監督は、まあ、中盤以降のメンバーの位置が非常に高いと。さらにそこにカウンターロングバス中央とかいう脳筋戦術、間違いなく火力出るやろと。ただもう表現しちゃってるもんね。展示で火を。もう成果みたいになっとるもん。しかもこんだけ位置が高いってことは、これ 3OMM、3トップいけるんちゃうかってことで、まあ、確認してみたんですけども、結果はもうバーカ死ねでした。まあ、でも言うてね、元々の位置が高ければ、もう C やろか D やろか、それも O やから。だからもう実はこれ 3OMM です。はい。でもそういう監督やから、いつもやったらなっこ狙わないか、その2列目とよしバンバンバンって置いて、もう火力ば無理再現キッズボコボコにしてきますわーとか言った後、俺自身がキッズになったんやけど、そういうの飽きました。俺自身が今回ね、ちゃんと戦術持ってきました。まあほぼパクリですけどね。まあまずは黒沢のベッカムがこのサイドの旗位置でボールを持って、そこを高い位置のハブレツがこうバーって上がっていくと、でそこにベッカムがパスを出して、ハブレツがドーン終了。これだけ。あーそうだ、でもハブレツがもしダメやったとしても、ここにカッカー、ここにルンメニが上がってくるから、もう上がってきたメンバーの中で一番状態のいいやつをベッカムが選んでパスしてからシュートぶち込むっていう、そのカルスの高校みたいなサッカーやっていこうと思います。はい。まあまだ俺も一回ぶつかったことないけど、どうなるかわからないけど、もう夢と希望に溢れかえたディズニーランドみたいな理不尽攻撃できると思うけん、もう無理やり JK の口元にハベルツのポコチンシュートをぶち込んでいきたいと思います。レッツイラマチオひよーお腹痛い、もう全然うんこで、もうマジでもうきつい。しかも確実にお腹に悪影響を及ぼしとるやろみたいな、でかいなんかそのうんこの塊がアンカーションやけど、飛び出せお前は。マジで洗いたいなとかいう状況じゃあるんですけどね。その代わりでカーフリッツ出してから気持ちよくなっていきたいと思います。まあでもやっぱりさ、あのセンターフォワードとウィンガーの間の長さのファイブレーン的なところは、あそこってバーって走られたらマジで止めようがないやて。だからもうそういう竜神抜けたカーフリッツを今日はすこぶる堪能して、もうなんかサクッとねレーティング上げて終わっていきたいなみたいな、そういうあっさりスッキリしたそういう企画になっております。というわけで早速抜き散らかしていく。おい、でこちょっと黙んねえっすね。ここのセントラルミッドヒッター人間が調子のは非常にありがたいぜよ。4312、まあ、正直4312なんでね、もうバッターレア以外見せつけられても何も思いませんよ。バッターレア見せつけられたらさすがに殺す。そん時はもう俺自身がバッターレアだったからボコボコにぶん殴っちゃうけどましてね。下森は罪のあれが、この新監督の圧倒的火力で値段ししてくるわ。行きましょう、ライカールドから。まずは作戦通り行こうか。カカからサイドで、キミヒからこのベッカムのこのポジショニング最高。で、パンパンに張った状態からハブレツが上がってくる。このハブレツを誰も止めれんわけ。あれもしかして、あー、ガチ強監督だこれ。おい、作戦うまいこれ言っとるやんけ。いや、めちゃめちゃ強いやん。ガチの流人攻撃できてるぞこれ。ペッカムからこれハブレツがまだこれ抜けないで、ほらな、完璧で、あと横流しでカカがぶち込むだけよ。あ、そう、横流しがぶさしてくる。やめて、撃て撃て撃て、チュー、原始溜まりすぎ。やだわー、でもなんかディフェンスが全然だから、国家先が地獄すぎるあまりにもね。相手の攻撃もさすし、こっちの攻撃もさすしみたいな感じ。もう殴り合いみたいな感じやな。フェンシング、フェンシング。やべ、お腹痛くなってきた。痛い痛い痛い。あー、よかった、みんなすごい。ライカールと、これはちゃんと弾いた。ルンメニゲ。まあ、左からな、攻めるんじゃなくて、右から攻めたいな。そうなんやな。右から来たものを左に受け流していきたいですね。ムーディー、勝山的な攻め方したいですね。ボトマンナイス。ずっとボトマン回ったけど、工場でいかかった。ハベルツいい。で、ここからハベルツの位置がなんか、危ない。背中ピンポイント背中か。あ、ピンポイント、もも。一回前当てよ。前当ててか。あ、降りてきた。ロッキー、ルメリゲ、ちょ、一回キックフェンドで、ダブルタッチ。で、ここから、ぐるぐるぐる回った先に、カカ使ってもよかったけど、若干遠い。ならば、もう、ルメリゲ、果たしてなくね。天才！ここでカカ上がってくるか、4-2さ、たまらねえ。なんで左側攻めれるんじゃい。なんだこれ、マシマリオにストレートパンチかまされたみたいなさ、なんかそのフリッカーちゃうんかい、決めはさ。で、これ、右側から、こっちの姉さん、正々堂行かせてもらいますよ。こっちの強み出しますよ。ベッカムがここ、ハーベルが絶対通る。いや、完璧やん、マジで。もう2列目バンバン飛ばせるよ。で、ここにルメリゲ上がってくるわけよ。したらば、あとドーンですわ。フリッタ今絶対いけたよな。惜しい。でもなんか戦術自体も完璧よ。ライカールド。ディフェンスも結構安定してるし、フリットからカーカー使って真ん中だ。いや、左から攻めようや。てか、お腹痛い。マジでもうきつい。これ何？竜神攻撃すればするほど、なんかその副作用みたいな感じでお腹痛くなってくるけど、これなんなんこれ。マジで。現実世界の俺がなんか大将腹がち。完璧やん、それは。フリット行こう。ナンバーテンダーの人が、フリットフリット。はい、この決定力高すぎ。やばい、もうほんまになんか順位みたいな感じになったのから、なんか力を行使すればするほどお腹痛くなっちゃうから、これ何これ。でもなんかほんまに強くない？今のところ0失点というところも奇跡的やし、なんと言っても火力は普通に左から崩すこともできるっていうね。あのもう左手に盾を右手に剣をみたいな感じだと思ったけど、どっちも剣やった。カイ君調子いいからこれ真ん中にしといて、ここにジョレンってね、ぶち込んで、まあ、スピードの推進力でバーって持ち上がっていって、もうフィジカルでゴリ押してシュート。うん、これでいこう。さあ、というわけで本日も2ベアタックかましていきたいと。ライカールトのディフェンスたまんで、マルディーニが行くと思わせて、やっぱり逆から攻めるやろ。ジョレンってから流して、流して、なんで俺のうんこも流して、ついでめっちゃ腹痛い。やべえ、もうマジお腹痛い。やべえ、もうほんまに腹痛い。
やべえ、もうほんまに腫れたい。えぐい。あー、ちょ、待って、これお腹痛いと関係ない。あー、待って、きつい。もうちょ、しんどい。うわー、もう早めに相手なんかリタイアしてくれんから、これな、リュティがボール持って、や、いいね、君引きから、これベッカムのパターンや。これ黄金パターン来るよ。で、ここで海が行くと見せかけて上がってくるのは常連って、ハメルが来るんか。しかし、ここにルンメリキもおると、フリッともおると、いや、これ二段重ね、行ったと思われた。しかし、ボールはこっちに飛んできていた。攻撃は失敗したみたいな。もう一度右から、このね、同じようなパターンで攻め切れる。これが4人1のやばいところなんですよ。この間4人1のね。ベッカム、これボール持ってキープして、いや、フリットがここな、おかしくない。常連ってどこ行った？もう完全にシュートサボっとるやん、こいつ。あいつキッチンやぞ、今日。ユリが戻って、やばい、裏来る、裏来る、ディフェンスが全然おらん。このなんかその守備力の甘さが、ここに来て露呈してる。あ、ナイス、ボートマン、よう間に合った。君、偉いな。で、ベッカムがこっち下がってきてくれるはず。ナイス、ナイス。で、これキープせろ。したら、ジョレンテが上がってきて、そこにボール渡すだけなんすよ。もう郵便局と一緒やっとること、それができんのか、お前ら、それさ、ちょい。意外と理不尽な抜け出しがなんかだんだんなくなってきてる。そして相手がなんか俺の中盤のディフェンスが全然いないことに気づき出しとる。まずい。ただまさかガンガン取り出しとる。こりゃいかんぜよ。一回ボール投げまして、ベッカムが、お、いいんちゃうか、これ。ここの、そういう抜け出しを俺はずっと待っとったよね、ジョレンテ。これそれ、お前の仕事じゃ、違うって。青かやられ役でお前雇ったらちゃうやぞ。お前がボール持って相手をやられくりするんじゃい。ライガード戻って。やばい。ちょっとこれボートマン行っちゃっていいか。もういないからね、これ。ライガー、ちょ、待て。でもこれなんとかリーダーで残したい。守備力もある程度あってから、ガチカル使いますわ、みたいな感じの、そういう展開にしたい。なんで今、まるで流れ詰まったんや。一人来い。チームがいない。危ねえ。終われ。よっしゃ。お腹痛い。うんちしていきます。はい、というわけで、めちゃくちゃうんこしてきました。でもね、多分ね、これね、まだ中ボス倒したぐらいなよな。このお腹の痛みを使ったとってる本体のところにはまだ到達できてないけど、まあ、だいぶマシだったから、引き続き実況していきたいと思います。あの、なんかシャルル結構良かったよな。普通になんかハブレスがいい感じに抜け出しとった時には、もうなんか、あ、リュウジン攻撃ってこういうことだよね、みたいな感じの攻撃で言いとったもんね。まあ、いつもの4人1体だったら、今ハブレスが走っとるところをサイドバック走ったりするんだけど、俺そこ待てんのよ、そこまで。だからそういうのがマジで、ソロの人間は、この監督すげえええと思う、マジで。あとはそこからね、かかになんかうまいこと流してから、なんかそれをなんかぶち込むみたいな。そういうなんかその輸入ルート辿っていければもう最高かなと思います。1360いけー。ハベルツ校長助かる。前回ここにねジョレンテぶち込んでからなんか流れおかしくなっちゃったから、今回はジョレンテここに置いといて、一番おそらく大事であるこのセントラルミッドフィーターのところをまあカカとカイでこうなんかその回していくみたいな、カカカカで回していくみたいな感じでやっていこうと思うんじゃ、多分それがうまいこといくと思うんじゃよね。4312ね。あ、オッケー。はいはい、もう431多いの。でも431の4バックにね、このなんかそのね5レーンのところハベルツが刺さるっていうところ見せてやろうじゃないの。お前さっきのうんこと一緒にお前地獄のどん底にぶち落としてやがるな。だんだん腹が痛くなってきました。まずボール回収してるとな、ディフェンスがなんとでかなしょぼいからな、そこをまあカバーできたらもう勝ち。あれれ、この程度でピー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 フーフーとったらお前そんなお前、ま、やってられんぞ、音楽の授業になっちゃうぞ。ベッカム取れるか。取った、ありがてー。でここでちょっとボール持って待つことによって上がってきた2点目取り出して、なんで君ひも上がってきちゃったんや。どっちかにしなさい。2人で行くやめな、ダブルアタック禁止。ベッカムこのボール持ってハベルツ、まあやっぱここはハベルツがアンパイラ。うわ、ちょいフィート、ちょっと出してハベルツもう一回、そうそうそう、で行こうよ。もうナンバーテンとかなんか関係ナンバーイレブンになってました。はい、稲妻最高。相手が慣れちゃう前にできるだけだから点差を離しておきたい。ツインタオーみたいな戦い方で、まあ、勝利を手にしていきたいという作戦です。ハフェルツ、ここでベッカムがこれぐるぐるってボール持ったら、あとジョレンテじゃないけど、ジョレンテでもいいだろ。間違いでサッカーに勝たなんて存在してない。ハフェルツからここ、フリットが決める。ナンバーテンだろ、お前。いや、マジナンバーイレブンかましちゃったのよ。いいね。こういう言い方もできると、この火力たまらない。カウンターの勝ちを出とるわ。ハフェルツ上がっていた。このハフェルツ止めれんよな。止められんかーい。あー、ライガードの位置が高すぎる。あまりにもここはもう前線の人たちでボールを提供しますけれども、この3とゴール前で奪っちゃえば問題ないんですね。結局ね、いいですよ。ペナルティエリア前のスペースの貸してやりますよ、エア B で。で、あのナンバーテンのフリットのところを追い越すようにジョレンテが行くという作戦のはずなんですけども、うわやべえ、あー、これはもう仕方ない。あー、痛い痛い。はい、というわけでメンバー変えていきたいんですけども、とりあえず香川をね、このセントラルミッドフィールドの大事なところにぶち込んでやっていきたいと思います。なんか怖いんじゃないって今踏ん張ってるところなんだ。痛い痛い。ちょ、アナル低いくするな。なんかわかるから、なんかそのソーセージ作るときみたいな感じで、なんかうんこブリーって出してからブッて切るみたいな感じ。だからアナルがどん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 傷ついていくような、この先やめたい、はよ。ジョレンテ、あ、いいカカだ。これ、ベッカも使ってないけど、ならベッカも無理やり使っちまう。あ、その人なかったな。君、ひナイス、いいね。無印した甲斐があった。で、ここで待っといたらカカが上がってくる。で、そのカカがパスを渡して、ああ、これボールダッシュする。で、ライカルト、ここ、ジョレンテがキープしとったらカカが上がってくるよな。そういうサッカーさせてもらってますけど、いや、失敗したが、しかし、それは成功である。間違いね。
ね、失敗は成功の母だからな。お母さんパンチで、ベッカムをボール持ってキミキに流すしたら、ここのカカが上がってってマカぶち込んできた。素晴らしい、そういう動き待っとった。ジョレンって勝手に戻るな。待機時間ちゃうからな、お前ちゃんと働け、ちゃんとフルタイムで。うん、あー、それ取れんか、キミキ。あー、これも取れない。マルキーニョスに任せた全てを。いや、そっち使われるんか。中戻されたらもう負けを認める。あー、負けました、ありがとうございました。対戦よかった、ラッキー。諦めない気持ち大事。てか全然うんこ出ない、カカね。あー、取れんか。キミヒちょっと頑張りすぎじゃない。ナイス。だからリトリートの趣味意外とハマっとるんだ俺。意外と相性いいのかもしれない。もしかしたらリトリートの人間とは合わないとか思っとったけど、意外といけちゃうみたいな。タバコ吸ったらハマっちゃったみたいな、そんな感じ。え、ベッカムボール持ってここでフィニッシュで、うんなかんたらうんたらかんたら。カカー、この抜け出しをしたかった。サンチェスカバーでありだ、しかしアイマイボール。結局リズムから飛び出したらこういう副産物が生まれますからね。やればやるほど得なんですよ。振りとく振りとく。ここで戻してカカからこっちでジョレンテか、ベッカムが縦に走ってもいいとは思ったんだがな。作戦自体は悪くないですが、ライカーズがあえて前から突っ込んでそのまま消えていくっていうね。ここからキミヒが一気にベッカムで、ベッカムここでどんだけ時間を作れるか。ビッグフェイント、フェイントはちょっとせっかくカカ来てくれてるからな、さすがに点取りたいんやけど、一回縦。でもベッカムからもう早い段階でカカ渡してみよう。で、ここからもう一回ベッカム使って、で、はぁ、やっちゃった。やん、後半ちょっとうまいこと言ってない。お腹痛い。ルメリケ。あー、よっしゃ、勝った。でもうんこ出てない。いやー、でも、強い強い強い、マジ強い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 、本当に俺の今肛門を襲っているうんこから強い強い強い、本当に。なんでこんなにカーフェルツとかセントラルミッドリーダー抜け出してくれてるのにさ、俺のディフェンシブミッドリーダーは全然抜け出してくれんのかな。どんだけいい攻撃しとっても感動は半分だけど、勘弁してくれ。まだ正面我慢しながらなんか映画見ようみたいな気分よ。うんこ出したいと思いながらゲーム実況するわ。いや、でもあれやな、ベッドムのところで時間作れんかったら全然うまいこといかんけど、逆に言えばそこで時間さえ作れればもうカカもしくはカイがガンガン抜け出してくれるから、完璧な AI ゲー。やっぱり機械に頼っていかんとな。カーフェルツ絶好調、非常にたまらんのでは。サンセットとか使ってみようかな、今回。じゃあ後半からな、カカ回のパターンで行こうと思います。相手見れなかった。まあでも関係ありません、相手が何だろうが俺たちのやるサッカーは変わんねえからな。キミヒが叩きます、ベッカムがボール持つ。で、この後の回別もしくはカカなんですけども、どっちがいい、どっちがいい。やはりカイハメるしかないだろう。いいんじゃないか、あ、惜しい。まあでもやっぱあれか、セントラルミッドリーダーハメる使いて使いてなっちゃっとるけど、もっとなんかカカとか見てもいいかもしれない。もしかしたらそこになんか可能性がもっと眠ってるかもしれないわ。やぶねえ、よか、はあ、お前そんなありえた、あぶな。お前もうちょいでボールコロコロお沼にはまってさあ大変やるとこやったぞ。ボトマンからこれそれだけ勘弁してくれた。カイくんでベッカムボール持ちます。でここでいろんなパターンを見る。カカもあるしカイもあるが、しかしカイしかあれ。ベッカムが行くボール持って、これ一人抜きたい。ナイス、ここで抜けたらも勝ったもんよ。でカカが上がってくるやろ。でタタパス出すやろ。ハフェルツ、ハフェルツとカカとカイがね、本当は入れ違っちゃう俺の中で。フリットがボール持ってシュート、この展開多い。ここはねベッカムでしょ、いい感じのハフェルツを見せかけて、これカカのパターンで第二規模ね。うわ、第二規模通したかったな、初戦第二規模って感じ。うわ、リュディガー神か、お前そのディフェンス。リトルトちゃうかこれ。え、カカで、うわ、完璧。ここのルンメイヤーも天才的。ずっとやってほしいそれ。いや、綺麗な低空一個もう上履き。まあちょっと体調の方は悪いかもしれませんが、サッカーの方はうまいこと言ってて、私は幸せです。ライカート。あ、ナイス、リディガー。なんか意外とリトルトっていうかさ、前からいかんのかなと思って、いや、ほんまにいかんよ。君引き取れる？取れる取れる。キックフェイントかましとるってことは、ここで前からボールを、よう抜いたな。いや、なんで抜いたかわからん。ボトマン、はーい、頑張った。みんなで越した甲斐がありました。シュートブロックのたまもの。あ、ライカールといいボール出し、これは助かるで。君引きからカカのパターンにしとく、いや、カイにしとこう。カイから一回中に入れて、いやいや、だんだん読まれてきとるな。右側ばっかりから来とるっていうのはヒートアップ読まれた。やばい、これマグロ漁師だこいつ、分かってきてる。君引きここ、あ、ボトマン一回弾こう。そっち絶対逆いと思うけど、あ、前に前行って、あ、そう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 、方向悪くないよ。でこからルンメニゲボール持って、あえて前向くっていうね。これ挑戦的なドリブルが身を滅ぼすと、皆さん絶対やめてください。イオードラックです、こんなんは。リューディがナイス。ライカルト、こっち、このカウンター決めたい。ハベルツから立て。で、ベッカムがボールちま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 ボール持ってから時間稼いで、ハベルツを誰も止めれなくなっちまうんだよな。なぜフリットになっちゃったんでーい。おい、フリットの上書きマジでやめてくれよ。間違えたセーブするところ、これ。マルディニ、ちょ、待って、ルンメニゲ拾えんかな。横のコース切ったら立てくれろ。で、縦のコースには誰がいるかっていうと、リューディがおると。いける、やばい、フライズルバスが怖い。マルディに天才。で、これ逆ボールケットで、君ひ、あ、俺これ完璧な三角形できたよ。で、ベッカムやろ。で、ハビレツが多分来るまでまだ時間あるから、これなんかちまちまやっといて。で、これ一人抜けたらもうあとは、そう、あそこのハビレツに、ベッカムが、わ、わ、カカがいた。その先にはカカ、そしてバスルメで敵を抜き、シュートをぶち込みたかったぜ。やってらんねえ、マジで。フリット取っちゃってくれ。お前がシュートぶち込むしかないんや。やっぱりお前がエースなんや。ナイスナイス。で、カカが、サイド流して、カイ来るか。そう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 。イエスイエス、落として、この後にカイウェルズがもう一回、カイ君、しまいて、しまいて、やばい、フライズルバス来ちゃう。ナイス。てか、ディフェンスアンパイやな、割とな。なんか、こんだけなんか人前に振っとるからさ、無理かと思ったけど、なんとかなっちゃうんですよ。やっぱ料理もしてると、オートクチュールやと。で、君、日が立てます。で、あー、久々にちょっと王道バターンいっとく。カイ、ハベルツ、ここでボール持って、行き過ぎやな。一歩があまりにもでかいな。ジャイアントステップやな、それはな。あー、オッケー。
ナイス0対2。さあ、というわけで、シャルル VS、お相手 VS、うんこ VS、ダークライなんですけども、未だに決着ついておりません。まだお相手は結構いい感じに倒せば来とるかな。でも、あー、待ってちょ、あー、これ待って、サーバー、ごめん、みんなごめん。あー、こっちのサーバーが来たわ。ちょっと待って。